コント日本一を決めるキングオブコント2024の決勝戦が終わり、年末にかけてザ w ・ W ・ M-1 グランプリなど盛り上がりを見せるお笑い賞ーレース。さらに、年末年始はバラエティ特番が目白押しとあって芸人たちにとっては書き入れ時となる。一方最近では過去に不祥事が取り沙汰された芸人の復帰も少なくない。 例えば、元雨上がり決死隊の宮迫博之、54? は、10月7日深夜にスタートした、冠番組、ビューティーマン、宮迫博之池おじ宣言、テレビ埼玉で5年ぶりの地上波復帰を果たしたばかり。だが、世間の反応は、好意的とは言い難く、不快感を示す声も少なくなかった。不祥事を起こした芸人にとって、地上波復帰は、切なる願いの一つだろう。 しかし視聴者の反応はテレビ局やスポンサーの判断を左右する場合もあるという。そこで本市は視聴者がテレビで見たくないと感じる不祥事芸人について20歳から70歳の男女500人を対象にアンケートを実施した。まず3位は元ジャングルポケットの斉藤慎治。今月7日、不同意成功と不同意わいの疑いで 書類送検されたことが判明し、吉本興業は同日中にマネジメント契約の解除を発表した。報道によれば、今年7月にロケバス内で20代女性に性的暴行をしたとされる。一方、斎藤の妻、瀬戸沙織36は、インスタグラムで一部報道内容を否定。しかし、被害女性が弁護士を通じて瀬戸に反論するような声明を発表するなど、 余波が広が広っている事実関係はまだ明らかになっていないが斎藤を身勝手と感じた人もいたようだ自分自身だけじゃなく被害者がいる不祥事だから40歳女性仕事場でしかもみんなが使うロケバスでと聞いて気持ち悪いから64歳女性との声が目立っていたまた斎藤といえば昨年8月 9月と立て続けにフライデーで不倫疑惑が報じられていたそのため過去に不倫もしていたのにさらに罪を重ねたから40歳女性初めてのスキャンダルじゃないしあまりにもひどすぎるから48歳男性と印象がさらに悪くなったと感じた人もいた続く2位は20年6月に不倫騒動が世間を騒がせたアンジャッシュの渡辺県 22年4月に白黒アンジャッシュ、千葉テレビで地上波復帰を果たし、現在は配信番組や YouTube を中心に活動を広げている。しかし4年が経った今も多目的トイレ不倫のイメージが尾を引いているようだ。不倫でトイレはダメ、37歳、男性、自分の立場を悪用して女性を騙し相手に悲しい思いを平然とさせていたので、 女性として怒りが込み上げる57歳女性行った内容が恥知らずすぎてとても許容できるものはないので64歳女性元はすれ違いコントで人気に火がつき食通であることからグルメ芸人として単体でも引っ張りが異なった渡辺騒動以前はテレビのレギュラー番組を9本持ち妻佐々木希36 との間に第一子を授かるなど、うしともに、順風満帆だった。しかし、不倫が取り沙汰されてから、イメージは崩壊。さらに、相方、小島和也、52、に対する、上から、目線な態度も問題視されていた。復帰後は謙虚な姿勢で仕事に臨んでおり、自虐ネタを披露することも。だが、イメージ回復への道のりは、まだ遠いようだ。 とにかく不快で仕方がなかった。そもそもの人間性も、テレビだけの判断だけどあまり好ましくなかった、54歳、女性。態度がでかくて嫌いだった上に、公衆トイレで性的行為を行っていたのが不快で、顔を見ると、吐き気がするから。とにかく不快で、気持ちが悪いから。そういった行為を行っていた人が人を、笑わせられないから。 自虐ネタにも無理があるから51歳女性そんな2人を抑え圧倒的な得票数で1位となったのは芸能活動を休止中のフワちゃん元は芸人として活動しコンビ解散後はユーチューバーの才能を開花ブレークのきっかけは19年4月にうちのガヤが住みません日本テレビ系に初登場したことだった 個性的なファッションとハイテンションなキャラで一躍人気者の仲間入りしかし度重なる遅刻壁や目上の人に対するタメ口は視聴者の不評を買うことにまたプライベートでのマナーの悪さも明るみになり波紋を呼んでいた決定打となったのがお笑い芸人やす子26への不適切投稿だろう X でスコを侮辱するような書き込みをポストしたことは、すぐさま大炎上。直後には交番ドミノとなり、収集がつかない事態に。フワちゃんは X でスコに直接謝罪をしたこと、ポストは誤爆だったなど釈明するも、活動休止を余儀なくされてしまった。騒動からまだ2ヶ月しか経っていないこともあり、過去の言動と相まって拒否反応を示す声が目立っていた。 以下はネット上のの意見をまとめたものです。自分はテレビに出ている芸人やバラエティ番組などに対して「子供に悪影響」という言葉を使うのはあまり好きではありませんでしたがこの人に限っては例外ですお笑いやバラエティはある程度のシャレの上に成り立っている娯楽なのでそこに対して「子供に悪影響」と目くじらを立てるのはちょっと融通が利かないのでは と思いますすが、がささににこの人のの人目に余る礼儀のなさやマナーの悪さは、それらの土台ができていない子供にマネされたり影響を受けたりされると悪影響と言わざるを得ません。テレビでは目にしたくないタレントだと思います。芸能人は何かしてしまったら芸能界復帰なしで、次世代の人たちに席を譲ってあげればいいのではないでしょうか。 しがみつくように感じますあなたたちが去っても何事もなく時代は進んででいくし新しい環境が構築されるのではないでしょうかテレビに映ることで被害に遭った方も目に入る瞬間があってフラッシュバックしたりマスコミや週刊誌で報道されていることを知った人はざわざわした気持ちにもなります事実無根ならば みんなが理解する用法のもとで決着をつけて堂々と復帰すれば良いと思います。和解はクレイですが他の業種じゃダメなんですか。フワちゃんに関してはどの層にニーズがあるのか今でもわからない。炎上前は他番組に出演していたせいで嫌でも目について不快感がすごかった。自ら見に行かないといけない YouTube や TikTok の ような、限られたコンテンツでコアなマニアが楽しむような、立ち位置のキャラは、不特定多数の人が見るテレビとはきっちり住み分けないと、お互いに不幸になるいい例だと思う。ふわちゃんに関しては、テレビ見てないから最終的にとどめを刺した SN、SNS でのやり取りくらいしかわからないのですが、斉藤メンバー、渡辺氏については、 情報番組などでいい人キャラがついている中で起きたことで視聴者が信用を裏切られたような感覚になり嫌われる原因になったことはあるかなと不倫が起きた環境ややり方もイメージが非常に悪くこのように一生涯を引いて何度も掘り返されるのは仕方ないし受け止めるしかないでしょうね渡辺氏の方が復活できたのは奥様の対応が良かったからというのもあると思います フワちゃんはもともと主戦場が YouTube だし、特にテレビ出なくなっても問題ないのではうるさくて品がないから、なぜこんなに起用されていたのかが疑問だったけど。徹子の部屋見て、案外頭いい子なのかなとは思ったけど。2位3位の方々は、テレビはスポンサーありきだから、難しいでしょうね。昨日、劇場版う娘を見に行ったんですけど、 ダービービでですよでちょっと引いた。純粋でキラキラしたウマ娘のストーリーに泥を塗られた気分になって性犯罪って被害者だけでなくこんなに影響があって本当に罪深いなって思った噂ではこの事件のせいで円盤も危ぶまれているらしくて本当に恨んでしまうストーリー的にどうでもよいシーンなのでまるっとカットしてもらってよいんですけどね ふわちゃんさんは、キャラ的、外見のみならには、キャリーパミュパミュさんやシノラーさん、シモダカゲキさんと似ている印象だったが、相手をリスペクトする、価値観がない雰囲気に感じた。シノラーさんは今は、すごい才能を発揮されているようだし、シモダカゲキさんはもともとお堅いお仕事。キャリーパミュパミュさんは、エンターテイナーとして提案がすごくて優秀。フワちゃんさんは、 率直なところ真の個性を感じない。そこが実力差でもあると思う。